タバコは三島由紀夫の短編小説。三島が戦後に書いた短編小説で最も古いものである。学習院中等科に通っていた少年時代の感覚的記憶を題材背景に初めて吸ったタバコの感覚とそのタバコをくれた上級生に同性愛的な恋心を抱く私の大人への精神構造変換の心境を綴った短編作品。 終戦前に執筆した中世と共に川端康成の推薦を受け戦後分断への足がかりとなった作品である。また三等が自身の四つの諸女作の一つとしている作品でもある。書出は1946年川端康成の推薦により雑誌人間6月号に掲載された。単行本としては書出と同年の1946年夏頃に 観光予定だった短編集に収録されるはずであったが、これは未完となり、1947年8月に桃系書房より観光の年間創作傑作集第1校に収録された後、1948年12月1日に鎌倉文庫から観光の夜の支度に収録された。その後、百四十九年雑誌別冊役も九月号の 小説30人集、1956年、雑誌、文芸12月、増刊号の、現代作家出世作全集欄に再掲載された。文庫版としては、1970年7月15日に、新潮文庫より観光の、真夏の詩、次戦短編集に収録された。翻訳版は、ジョン・ベスター分けで行われている。家族学校の中等科に通う、私は、 学校の一般的な友人らのやることの反対を、あえてやることを内心誇りとし、中等科に入ると誰しもが始めるスポーツを憎み、運動部に入部させようとする上級生たちの勧誘にも、自分の虚弱体質をわざと誇張して断っていた。私は、学校を囲む広い森の中を一人散歩するのが好きだった。その森は、起伏が多く、 校舎は主に丘の頂にあって、丘の斜面が皆森になっていた。その森の中には沼地が散在し、沼べりにある朽ちた木の根に腰を下ろして、沼水の中を秋の落葉がゆっくりと生き物のように美しく翻りながら沈んで行くのを見つめる性質な刹那が、わけもなく私を降伏させるのだった。そんな静かな森の散歩の途中、 上級生二人が小さな草地に寝転んで禁じられているタバコを吸おうとしている瞬間に私は遭遇した。彼らは私に見られたことに少し動揺したがちょっとここへ来いよと私を仲間に引き入れて私にも一服吸わせた。初めてのタバコにむせながらも楽しげに笑う上級生二人とのひとときに私は幸福を感じた。そしてタバコをくれた方の人が優しく 私の耳元で名前を尋ねた。その待ち焦がれていたような声の主に私はとても惹かれた。タバコを吸ってしまった罪悪感と同時に、それまで軽蔑していたスポーツマンの同級生たちへの対抗心が単なる戦望や負け惜しみに過ぎないことが分かってきた私はタバコを吸ったことが密かな自信となり、翌日からなんとなく快活な気分になった。 昼休みにはバスケットボールをやっている人たちに加わってみたり、校舎の裏の花壇に生々しく咲き残っていた菊の花々に知らず知らずに夢中に見入ったりした。私は秋の日に輝いている沼の方を見下ろし、前日も森の沼地で聞こえた木を切る斧の雲の晴れ間から刺す通常の光のような響きにタバコをくれたあの人の明るくキビキビした乾いた声を思い出す。 冬が間近いある日の放課後、文芸部の私は国語の自由研究の調べ物で文芸部の部室に行き、つい長々と辞典を読みふけて夕暮れ時に部屋を出た。ちょうどその時、廊下を勢いよく曲がってくるラグビー部の上級生たちの一行が来た。敬礼する私に、その中の一人が私の肩を強く叩いて、長崎じゃないかと声をかけた。私は、 あの人に再び会えた喜びで泣きそうになり彼を見上げた。すると、周囲の連中が、おちごさんかイムラ、一体何人目だと騒いで生やしたてて、私もラグビー部の部室に一緒に連れて行かれた。その乱雑な部室の中は、生もめかしいような、メランコリックな匂いが充満し、壊れかけた椅子に座らされた、私の隣に、イムラは腰掛けた。 膝をあらわにしたユニフォームのイムラの顔や胸には練習後の汗がまだ光っていた。彼はタバコをふかしながら彼と私の中を親湯するみんなの様子を面白そうに聞き終わるとその日の練習の注意点などを話し始めた。私は目をつぶってその声を聞いていた。そしてだんだん短くなっていくタバコの先を見て急にような胸苦しさを感じ、イムラさん、タバコ一本くださいと。 ある答えを期待しながら呼びかけた。その時、イムラの眉が少し歪んだようだったが、どっと盛り上がる、周りの部員が見守る雰囲気の中、普段の快活な調子でタバコを一本取り出し、本当に吸えるのか、と、私に渡した。期待した言葉が得られなかった。私は、悲しみを訴えて、飼い主の目を見る、羊のように、イムラを見たが、もう吸うしかない、 私は涙目でひどくむせながら吸い続けた。最初は笑っていた上級生たちの様子からだんだん明るさが消え、ついには寄せ寄せと低温で言うものも出てきた。イムラは咳込んで苦しそうにしている私をわざと直視しないようにし、無理に薄笑いを浮かべていた。その傷ついた表情のイムラの姿を見た瞬間の私は痛ましい喜びが、 自分の中に湧くのを感じた。イムラは笑ったまま何気なさを装いながらも素早く、私からタバコを奪い去って、寄せ寄せ、無理するなよと、机の縁で、タバコの火をもみ消し、暗くなるぞ、帰らなくていいのか。と言った。私は、検討違いな方向にお辞儀をして部屋を出た。その日の夜、眠れない床の中で、私は、それまで持っていた、自分以外のものでありたくないという。 かたくな,なな誇り高さから今や自分以外のものであることを絶望し始めたことを自覚した。その夜遅くどこか遠くの方で火事があり、彼方に火の粉が優雅に舞い上がる眺めを見た後に私は眠りに落ちた。しかしその記憶は不確かでこの夜の火事は私の夢の中の情景だったかもしれなかった。このタバコは三島幸夫が通っていた 学習院中等科が舞台背景になっており、その時代の感覚的記憶を願望して仕上がった作品となっている。実際に三島が初めてタバコを吸ったきっかけがこの作品の中の上級生二人だったかは定かではないが、中等科の頃だったのは事実らしく、1957年に発表したエッセイ和菓子春季では学習院の通用門の前にあった古い 小さな喫茶店で中東家の学友らと一緒に金製のタバコをこっそり給費はじめ初めての味はちつともうまくないと書かれている。三島は終戦間もない1946年1月の21歳直前に執筆したこの短編について戦争直後のあの未曽有の混乱時代にこんな悠長なスタティックな小説を書いたのは半時代的情熱というよりも 単に、自分が、それまで所有していたメチへの再確認のためであったと、死の、約5ヶ月前の1970年6月に、振り返った自作自中で語りながら、正直なところ、私の筆も思想も、戦争直後のあの時代を直下に分析して描破、シュールほどには熟していなかったとして以下に続けている。旧作を読み返して驚かれるのは、少年時代、幼年時代の思い出、 その追憶の感覚的真実、幾多の小さなエピソードの記憶等が少なくとも20代の終わり近くまでは実によく保たれていたということである。それらを一切失わせたのは一つには年齢と一つには社会生活の繁忙とで洗う。きめ細やかな過去の感覚的記憶を感動していられるには肉体的不健康が必要であり。 健康体はそのような記憶に適しないのであろう。私が幼少年時の柔らかな甘い思い出を失う時期がまさに私の肉体が完全な健康へ向かう時期と符合しているのである。それにタバコ一片のタバコの匂いやラグビー部の物質のメランコリックな匂いにしても病弱な少年にとつてこそ感覚の新鮮さをもたらすものであれ。 まさにその匂いの中で十何年も過ごしてしまえば、ただの日常感覚になってしまうのだ。そしてこの短編に一番近い類縁を求めれば、それはおそらく、堀つおの燃ゆる方で洗う。三島幸夫、解説なお、この作品発表当時の同年1946年に、刊行されるはずだった、短編集に寄せた抜群においては、私小説が読者に与える。 安心感を逆用した小説であると自作解説し、愛している作品だと述べている。商品ながら自作の中では愛しているものの一つで、自信があるというのではなしに、愛しているというのがふさわしいに違いない。母校を共にした人には消失した物質の記憶や今は、うっそうたる趣向きを失った森の思い出が、別種の興味を呼び起こすかもしれないが、 もしかすると作者はそういう潜入を主に管理、そういう潜入主ゆえにこの作品を愛し、否、自分にとつて愛すべき作品を生み出さうがために、これを書いたのではあるまいか。なぜなら作品のできてゆく過程は、夢のようなもので、確かに目が覚めているつもりでいてもまだ夢見ており、深い夢から覚めても、浅い夢の中で夢見ている場合が多く、また、 全く目が覚めてしまったら作品の成り立ちようもないからである。三島由紀を罰に大えてこの作品発表2年後の1948年では、4つの諸女作のうちの第3の諸女作と位置づけながら、対して愛着のある作品ではないとしているが、他の水場、サイガラス、盗賊を含めた4つの諸女作全体を、その儚さのゆえに愛して憎むとまとめている。 これがいわゆる分断的処女作で洗うが、大して愛着のある作品ではない。私の文学上の理想に全部逆行したような作品で、どうしてそんなものができたか、自分ながら不思議で、この作品が終戦後スポット出てきたのに、未だに怪しい感じがしている。何か長い恋愛小説を書いていてならず、その序章を独立させて短編にまとめたものである。 真夏の朝露に濡れたユリのような書情作を右の四つのうちに持つだと私は思わない。朝の花々の目覚めのような目覚めをこれらのうちの一作でも絵していると私には思われない。私は絶えず持つと深く夢見ようという姿勢で文学に志しながら絶えず文学それ自身から反発されてきたのである。これらの四つの書情作は 私の文学的思考と私の作品との声がたい、矛盾の上にたまたまかけられた虹のようなものだと感じ、その儚さの上に作者はこれらの作品を愛し、その儚さの上に作者はこれらの作品を憎むのである。三島幸夫、四つの諸女作、タバコを執筆した直後の三等は、他の七編の原稿とともに、七条書院と合併した、筑く書房の雑誌。 展望に持ち込んだ。編集長の薄井義美は、あまり好みの作風でなく、肌に合わなくて好きではないが、とにかく一種の天才だと、中世などを採用しようとするが、古問の中村光夫から、とんでもない、マイナス150点だとしったされたため全部没とした。それと同じ頃の1月27日、三島は、タバコの原稿と、中世の原稿を携えて、 鎌倉に住む川端やすなりを訪ねた。三島は終戦前途中まで雑誌掲載された中世を川端が賞賛していたという話を人づてに聞いていたため、それを頼みの綱に中世と一緒にタバコの原稿も渡した。当時、鎌倉文庫から雑誌人間を創刊したばかりの川端は編集長の木村徳造にそれらを推薦して、まずは タバコの掲載が決まった。そして、やや間があって、同年6月に掲載された。この掲載は、三島にとって、救助の手の最も大きなものであり、戦後分断への足がかりにもなった。また、それ以降、川端と生涯にわたる、指定関係のような強いつながりの基礎が形作られる、ことにもなった。タバコの初掲載に続いて、中世全編。 夜の支度、春子なども、雑誌、人間に載ったことで、人間に小説を書いた、三島くんという、いわば肩書きのようなものもつき、戦後の新しい文学的友人を持つきっかけにも、なった。雑誌、人間に掲載された、当時の評判としては、川端康成の友人でもあった、横光一がしきりに、タバコを褒めていたとされる。しかしながら、この賞賛は、 三島の耳には届いていなかった様子で、他の文壇人からの論評も特になかった。そのため三島は、評判はというと、まるで問題にもされなかったと、がっかりしている。ただし、村松貞高は当時、タバコを初めて読んだ時の衝撃を、年少者に先を越された、歯がゆさ、しまったと狼狽した気持ちだったと振り返り、俺だって、こういうものを、かつては書いてみたいと思ったこともあるのに、 時代も不向きだという思惑から捨ててしまって一生の不覚だったともういてもたってもいられないくらい取り乱したととろしている。本田ダはには村松定高が受けたような衝撃的な感動はなく作者の三頭が何を狙っているのか判定できなかったが素直な虚偽の分子のない作品と思えたと述べている。そして本田は地区間防に三島が原稿を持ち込んだ時に 薄いよしみがいくらか評価し、中村光雄が全く見向きもしなかったエピソードに触れつつ、戦後まだ無名だった三島に対してそうした見方が一般的だったろうとした上で、無名の大学生三島のタバコをあえて人間に推薦した川端康成は、さすがに新人発見の名人だけのことがどこかあったのであると述べている。ちなみに、川端はこの三島の タバコを推薦した2年後の1948年5月号から自身も大阪府立茨城中学校時代の同性愛的初恋の思い出を綴った作品少年王同士で連載開始している。三島没後の作品研究としては生命力の反逆の兆しを監視しようとしている田中美代子の評価をはじめ、 学習院を背景とした精神的自伝だとして、大人への精神構造の変換と、同性愛が一本のタバコに微妙に象徴されていると評価する、長谷川泉や戦後短美派としての三等の側面から論考している、山内幸人と評価などがある。山内幸人は、三島の本格的な小説の出発点を1940年11月執筆の、再エガラスだと見て、 サイエガラスの世界が戦後になって、さらに洗練され、一つの文学的結実を見せたのが、タバコであるとしている。そして、タバコには、戦後単美派としての三等の側面が、最も理想的な形で現れていると評価した上で、デカダンスな雰囲気、陰頭的な気分と、同性愛的な匂い、そして変身願望、ストイックな文体で描かれるその世界が、 後の中井秀夫の作品世界に通定しているとしながら、三島が述べた純然たる現代小説は、むしろ、サイエガラスから、タバコへの戦場にあるという言葉を放棄して解説している。その他の高橋慎太郎は、末尾の段落の火事の長めの描写表現を、夢かつつか、定かならぬ脅威の表現は、極めて象徴的でもあり、美しいと評価し、 校内の森を散歩する場面に見られる、性筆の感覚など、この頃の3等の初期作品に共通して見られる、性筆への思考に注目している、渡辺義則の解説もある。なお、タバコには意向があり、井村との後日談などが書かれた続きの原稿が存在している。その意向には、春以後に井村とすれ違うこともあったが、井村は手を挙げ合図する程度の挨拶となり、 私が4年生になった、ある初夏の日、森の中で、井村が一人のセーラー服の女学生と一緒にいる、ところを見てしまい、激しい嫉妬に苦しめられる心理が描かれている。上伏と同様、三島自身の言葉の引用部は、にしています。ありがとうございます。